はい、皆さんこんにちは。群馬県伊勢崎市にあります平田ドラム教室、ドラム講師の武藤です。はい、今日はねこちらですね、じゃん、まあ、ヘッドが、口がついてないやつなんですけれども、まあ使い古した中古のヘッドの、枠を取りまして、こう普通ね金属の枠がついてるんですけれども、それを取って、まあ、ただのシートにしたものなんですけれども、これをまあどう使うかっていうと、まあ、例えばミュートっていうのがあるんですけど、このミュートしないと、はい、この音ですね。これを乗っけます。はい、乗っけただけです。はい、このぐらい、音の違いが出るので、まあ簡単にですね、曲によってこれをチェンジしたりね、付け替えて、フレーズを叩いたりすると歌物とかがすごい合うと思います。ちょっと叩いてみます。片手ですけど叩きます。で、ミュートがないと、というような形で音の違いがね、このペラペラの、ね、シート1枚なんですけれども、すごく変化がつきやすいので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございます。